きちゃんのママチャンネルへようこそ。高城あきです。今日は我が家の冷蔵庫を大公開、そして大改造しちゃいたいと思います。こう見えてもこう見えてもっていうのはあれなんですけど、アスリートの妻でございまして、食事を結構気を使ってて、食材とかもいろいろ冷蔵庫にある状態が多くって、去年この新しい冷蔵庫になったんですけど、それまでは私の一人暮らしの冷蔵庫を使ってて、一人暮らしから2人3人ぐらい用みたいな容量のやつを使ったんですけど、ユージのエスパルスのショーで三菱の冷蔵庫ショーっていうのが去年ありまして、それでいただきまして、この立派な冷蔵庫が来たんですけど、最初のうちはね、やっぱり一人暮らし用のスリムタイプな冷蔵庫の容量で過ごしてたから、結構内容もすっきりとしてたんですけど、半年ぐらい経ってくると中身がちょっとごちゃついてきまして、中を整理したいなと思って、じゃじゃん、ニトリで大量に購入してきました。今が土曜日なんですけど、我が家の場合は土日だと私一人で子供たちのことをしているので、金曜日に食材を買い込んで、土日なるべく買い物に行かないでっていう状態を作っているので、今土曜日の夜ご飯の前ですねの時間が一番冷蔵庫の中がパンパンな状態でございます。私の YouTube 見てくれてる方はお気づきの方もいるかもしれないんですけど、私綺麗好きに見えて、ある程度の綺麗好きだけど、ちょっと収納が苦手っていうね、家の中の収納とかは、まあ住所を作れば綺麗に片付けられるよとか、いろいろそういうのを見たので、引っ越しのタイミングで住所を作って、そのものをそこに戻すっていう風にしてたんですけど、冷蔵庫の中が全くそれが出てきてなくて、この後ちょっと冷蔵庫の中身公開するんですけど、若干惹かれるかもしれません。引っ越してきて 2,3 ヶ月経った後の冷蔵庫なんですけど、引っ越しの段階で冷蔵庫って1回空にするじゃないですか。我が家の場合、宅急便のクール便と冷凍で送るんですよ、次の家に。なのでそれを持ち越しっていう感じなので、その時にだいぶ必要なもの必要じゃないものとか分けたはずなのに、またもや冷蔵庫の中が大変になってきたっていうね、恐ろしくなっている冷蔵庫をオープンしたいと思います。オープン、よいしょ、やばいやばい、見えるかな、こんな感じの大容量なんですけど、まず奥行き全く使えてないっていうね、スタッキングできるタッパーとかも本当にちゃんと住所を決めればもっと綺麗にしまえるはずなのに、なんせうまく使えてないよっていうことで、今日はねちょっと冷蔵庫の中を大改造していきたいなと思います。まずどこからやればいいんだろう。私本当に冷蔵庫の中身を綺麗に片付けたことがなくって、まずはやる気を出すために髪の毛結ぶか。買ってきたものを紹介しながらって感じですかね。いろいろね、こう片付ける収納用品を見てるときに、無印で揃えようかとか、スリーコインズで揃えようかとか、いろいろ考えたんですけど、なぜニトリにしたかっていうと、ニトリは前に食器の置くやつを買ったときに、サイズが合わなかったときに、確か商品があれば返品できたんですよ。物にもよると思うんですけど、封が開いてても使えなかったもの、サイズが合わなかったものとかは返品ができたので、そのシステム超ありがたいと思って、今回ニトリで揃えてみました。まずこれですね、冷蔵庫棚下収納トレイ M、 冷蔵庫の空いてるスペースに取り付けられる。ハムとかバターとか入れてますね、この絵では。食品とかを入れるものなので、我が家は一応アルコール除菌で拭いてから使わせていただきます。まずはね、どこまで入るかな。チーズ系入れてみましょうか。チーズ、バター、ハム、チーズ。私の家 M でも足りないかも。こんな感じか。チーズとバターだけでいっぱいですね。あ、無理、チーズ、このカッテージチーズは入りませんでした。いってみます。すごいすごい、ジャストフィットで、あ、いいかも。続きましてが買ってきたのが、冷蔵庫トレイ M 深型です。これには何入れよう。この図だとジャンル問わず深みあるので、高さあるものもしまえるよう的な感じですかね。何をしまおうかな。ちょっとこれ後に回します。次がこれ、冷蔵庫ラック S、 これが深型で、冷蔵庫トレイ S っていうのを買ってみました。これはこうやってスタッキングできて、これが収納棚のようにシュッて引き出しのように引き出せるっていう。これはもう入れるのを決めてて、うちは納豆を毎朝パパが食べるので納豆入れに使おうと思ってます。で、同じくこのやつと同じような形で、冷蔵庫トレイ
S 深型、こっちの今スタッキングした引き出しになってる方の深いバージョンですね。深い方をこういう風に引き出しで使ってもいいし、浅い方をこうやってこんな感じで使ってもいいしっていう感じかな。もう一つこちらが冷蔵庫ラック S ですね。浅型の方ですね。浅型の方をこうやってスタッキングすると二段的な感じでしまえるよっていうやつです。これをね使いたかったんですよ。これはちょっと使い方を決めていて、この上の方に卵を入れて下の方に納豆を収納しようかなと思ってます。本当に綺麗になるかな。卵をしまいます。冷蔵庫についてる卵のケースをそのまま入っちゃいました。我が家は平飼い卵ですね。基本的に平飼い卵を飼っています。栄養価も高いしっていうことで、我が家は味付けとかこうプラスプラスするっていうよりもベースのもののものを良くして栄養を取るっていうのを心がけているので、なるべくその買うものとかは私が裏をチェックして安心して食べられるなっていうものをなるべく選ぶようにしている。それを全部無添加とかにすることは難しいので、なるべく自分で選べる、そして自分たちの生活の範囲で無添加だったりとか優しいものだったりとかを使うようにしてます。話がそれましたが、うちは卵は平飼い卵、やっぱり平飼い卵だけだと結構値段がかさんでくので、うちはオイシックスユーザーなのでオイシックスの卵を頼んだりとかそういうのももちろんしています。納豆かな次は。さあ納豆の買いだめが来ました。うちがよく使ってるのは有機育ちの極小粒納豆ですね。ちっちゃい方が子供たちがよく食べてる。こっちのパックの方がパパが食べてるかな。もう一個自分たちお気に入りなのが、これは味が好きでって感じで買ってますね。米納豆、味がお気に入りなのでこれを買ってきてます。でも基本的に有機育ちのやつですね。我が家の納豆ストック全部入んなかったんですけど、そうですね、こういうことですね。もうストックの入るだけを買ってくださいと。シーシーがね、納豆大好きに、もやばい、納豆見つかった。どこに入れようかなこれ。シーシーどこがいいかな。うぅ、入んないね。冷蔵庫の整理も一緒にしちゃいますね。難しい、冷蔵庫の収納ってパズルですね。よし、納豆とあれは入りました。これでこのチーズのやつ、あ、でもこれを上に、この冷蔵庫トレイ S 深型ってやつに、そんなウインナーとかハムとか多くないけど、やっぱりちょっとたまるのか。意外と買ってきたのがもうほとんど使っちゃった。もうちょっと買ってこないと全部しまえないかも。あ、わかった。この大きいところにはこれ何に使おうって言ってたやつ、これにオイシックスとかで買ってるラーメンとかうどん、結構ね土日に役立つのがこういうチンするだけでできるサバのみぞれ煮、イワシの梅煮とかをこの大きいのに入れていきたいと思います。これもオイシックスで頼んじゃった。冷麺、今日夜ラーメンにするから買ってきておいた静岡メンマ、美味しそうじゃないですか。チャーシュー、寝かせて保管するものと、結構量あったんですけど、こう立てるだけで収納力が上がるなっていう風に思って、果たしてこれをどこに入れればっていうことですよね。お、いけるんじゃない。これだけでも綺麗になった感じがする。こちらの冷蔵庫トレイ S を使って生胡椒の塩漬け、これもオイシックスなんですけど、ごまごま系を立てて、チーズとかもここに入れて、入りきらなかった納豆はこちらに、ちょっとこっちはスカスカになったんですけど、こんな感じで収まりました。いいねいいね、すっきりしてきた気がする。私のおすすめのものとかもいろいろ紹介しながら、バターのケースです。切っといて入れるのもあるんですけど、私は結構料理とかにも使ったりするので、カッターみたいなやつがついてて中に収納できるものを使ってます。結構切れ味もサクッといけるのでいいです、便利で。これ最近ハマってるぬか漬けです。これいいんですよ。このぬか漬けの下2層構造になってまして、下に野菜から出た水分とかが下にいるんでこうかびにくくなってたりとか、あとこの中にぬかを混ぜるしゃもじみたいなやつがついてて、手につくと結構匂いって一日取れなかったりもするじゃないですか。それがなくなるっていうね、ぬか漬けのハードルが下がる便利アイテムです。冷蔵庫にも結構すんなり入るので入れてみます。これも場所を変えてみよう。入るね、いいねいいね。
我が家の今作り置き、パパの試合前とかに食べるタッカンマリ風のスープ、このサイズのお鍋が入るスペースは常に開けておきたい。あ、分かった、場所決めました。あとはこの横ですね、私のパックゾーンだったりとか。うわ、倒れてる。このケチャップとかソースとか、ここの収納ってどうすればいいんだろう。綺麗にしてきます。やばい、どうしよう。これはユージのチームメイトの権田さん、権田選手の奥さんにいただいたチゲ屋の万能タレっていうのがすごく美味しくって、これ豚しゃぶにかけてもいいし、うちは結構ね、まあ、豚しゃぶに使いますね。あとはもうきゅうりとタコあえちゃうとか、チゲ鍋スープも作れるって書いてあります。結構美味しくて使わせていただいてます。これをこうするとなんかすごいスッキリしたかも。ちょっと私天才かもしれません。ラッキングもうちょっと買ってこなきゃかなとか言ったんですけど、めちゃくちゃいい感じにしまうことができました。見てください。ではアフターのお披露目です。じゃじゃん、見て、めっちゃ綺麗になったと思いません？ちょっとここの上はあのパック類なんで、高さ合わせて、ソース系もちょっとお引越ししまして、この下の段からね納豆を引き出せて、卵もここのね既存のやつを使って引き出せるようになってて、ここもこうやって引き出しちゃえばいろんなストックが一目で分かるようになったりとか、入りきれなかった納豆のストックとか、ごまごましたこう調味料の空いてたりするものとか、チーズ、バター、ここにまあ卵のストックが多かったんでストックのやつ置いてるのと、梅干し獄に入ってたりとか、これちょっとね、クリーム大福、ジュンがねこの前一緒にお買い物行った時に、あ、パパが好きそうなやつだって言って、まあ、パパがクリーム大福好きかちょっと分かんないんですけど、パパとママにこれ買いたいなって言って買った大福です。カフェオレ大福、美味しそう。最初のビフォア見てるから結構やばかったと思うんですけど、良くないですか？まだまだ奥行きも使えそうだし、めっちゃ綺麗になった。我が家のやつをこうやってフルーツの入れる場所があるので、これはもうそのままという感じです。いやー、できました。はい、というわけで子供たちと一緒にニトリへ行って、我が家の冷蔵庫を大公開しながら整理整頓していきました。片付け苦手な私がニトリの優秀な収納ケースのおかげでだいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。この使いやすくなった冷蔵庫で今日はこれから子供たちのご飯を作ります。今日はラーメンです。ピッタキー、続きいっぱい食べてください。今日はじゅんさんリクエストのラーメンです。じゅはラーメン何味が好き？本当はずっとこれなんだ。あ、ずっと醤油味が好きなんだよね。じゅ、うん、も頑張って食べてね。どうぞラーメン、どうぞ。いただきます。いただきます。キャキャージュ、うん、というわけで無事にラーメンまで作ることができました。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。いただきます。いただきます。